い、こんにちは。友村真の猿でも明るい AI 社会。今日のテーマはですね、 AI のこととかデジタルの世界とかそういうことを専門に YouTube で話してる僕が紙の新聞をやめない理由テーマにしてお話したいなと思ってます。僕は今日経のマーケティングジャーナルっていう新聞撮ってるんですけど、これやめてないんですね。やめる気ないんですよ。あらゆるものをデジタル化してるんですけど、その新聞と本だけは僕は紙にこだわってるんですね。デジタル化してないんですよ。で、まあ普段こうやって AI 社会がどうのこうのって言ってるから、紙の新聞撮ってんの友村さんって結構びっくりされることがあるんですけど、まだ紙のことやってんのみたいな言われるんですけど、僕こだわってるんですよ。で、その理由なんですけど、一言で言うとバイアスがかからないようにしてるんですよ、脳にですね。バイアスっていうのは偏見ですね。で、普段デジタルのニュース見てると、デジタルの例えばね、スマートニュースとかね、ああいうアプリ使ってニュース見てると、どんどん自分に興味のあるニュースしか表示されなくなるんですよ。最初はデフォルトなんでまんべんなくいろんなニュースが出るんですけど、例えば僕だったら AI とか人工知能とかそういうニュースばっかり見てるとですね、もうそのニュースしか表示されなくなるんですよ。だんだんですね、っていう風にだんだんバイアスがかかっていくんですよ。そうするとだんだん視野が狭くなっていくんですよね。で、これ結構問題なんですよ。他にも分かりやすい例で言うと、 Netflix とかね見てると、 Amazon プライムでもいいんですけど、まあ見てると、あなたにおすすめの映画はこれですみたいな感じでどんどんレコメンドしてくるじゃないですか。これは Amazon もそうですよね。 Amazon で物買うと、あなたの興味ある商品はこれじゃないですかとか、どんどんレコメンドしてきますよね。メルカリだってそうですよね。何か見てたらもう自分の欲しい商品しか出てくなくなりますよね。で、これはそれぞれの各会社が AI を使って、個人の趣味思考を AI が分析して、あなたには最適なものはこれですっていうものを提案して、そのアプリとかサイト抜け出せなくなるようにしてるんですけど、こうやって人ってどんどん脳みそにバイアスがかかっていくんですよね。自分の見たいものしか情報が入ってこなくなるんですよ。で、これ結構危険なことなんですよね。で、この時にいいのが紙の媒体なんですよ。紙の媒体っていうのは一切バイアスかかっておらんので、例えばね、その日経 MJ の新聞が僕が好きなニュースだけまとめてくれるわけないじゃないですか。僕の個人の趣味に合わせてまんべんなくね、経済のニュースとかやってくれる、経済とか商売のニュースをやってくれるわけですよ。で、新聞を読むことによって、まあ AI とかちょっと関係ない遠いところにある商売の地元のね、商店街のニュースであるとか、経済が今こういう風になってるとか、そういうニュースもまんべんなく見ることができるんですよ、新聞を見ることによって。とにかくアナログな状態でですね、紙がいいと思うんですけど、お気に入りの新聞でもいいし、お気に入りの雑誌でもいいですし、何か情報を得るときにですね、そういうもの一つかませることが大事なんですね。で、あとは自分の好きな、僕だったら人工知能とか AI とかだったらネットでもうどんどん情報を手に入れて、どんどん詳しくなっていけばいいし、でもそれだけじゃなくてバイアスかからないように、もう一つアナログで自分の欲しい情報だけじゃなくてまんべんなくいろんな情報が入ってくるものを紙で媒体で用意しておくと。この2つの情報を入れておくことによって結構脳みそをフラットな状態に保つことができます。ということで、最近紙のもの、雑誌とか新聞とかそういうものを見てないなっていう人はですね、改めて定期購読してみてはいかがでしょうか。今日は以上です。ほいじゃね、バイバイ。チャンネルのご案内です。このチャンネルは AI とかロボットとか最近ニュースでよう聞くけどなんかようわからんという経営者、ビジネスパーソン、子育て真っ只中の親御さん向けに、 AI というものがこういうもんですよ、だからこういう準備をしましょうねっていうことをわかりやすく伝える動画です。面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。